投資ルで年間10万円差がつく大家族 FP のお金の整理術を連載しております橋本恵美です。今すぐ使えるお得な情報をお届けしてまいります。今回は普段とちょっとテイストが変わりまして、投資ルでもおなじみのイラストレーターの横峯さやかさんのご一家の家計診断をさせていただきました。これから投資を始める方々が投資に回す金額を決める際の考え方の参考になるかと思いますので、こちらについてお話をさせていただきます。横峯さんはですね、今まで皆さんと一緒に投資について勉強をしてまいりました。で、一通りご理解はされていたんですけれども、いざ投資を始めるとなると、やっぱりちょっと不安っていうことだったんですね。で、何が不安なのか、どこを解消すれば、投資を始められるのか、いくらぐらいから始めたらいいのかというところを一緒に探ってまいりました。はい、まず、横峯家の家族構成なんですけれども、パパとママと小学校4年生のマメちゃん、で、1年生になったゆめちゃんの4人家族です。で、これから投資を始める前に、家計のお悩みというのがないかというのを質問してみました。するとですね、やっぱり出てきました。お悩みはですね、学校や習い事などの突発費が多くて、思い通りに貯蓄ができないということがお悩みでした。で、頑張って貯めようと思っているものの、やっぱりこの請求というのが突然来ますので、結局貯まったお金を切り崩してしまうということが多いそうです。で、今後、大学の費用なども貯めなければいけないはずなのに、思うように貯蓄ができず、これから投資をするとなると、また不確定要素が増えてくるので、どうしたらいいんだろうということがお悩みでした。このお悩み聞いてみてわかるのが、思うように貯蓄ができない原因というのが、教育費における突発費ということがわかりますね。で、同じようなご家庭多いと思います。我が家もそうなんですけれども、学校からの請求って突然来ますよね。学用品の購入ですとか、課外活動の請求ですとか、突然参ります。で、また、習い事をしていますと、ユニフォームの買い替えですとか、あとは、発表会の、費用など、こちらも突然参ります。で、この前払ったばっかりなのに、またということも結構あるんじゃないでしょうか。で、いつも急に請求が来て、地味に積み重なってくるんですよね。で、なので、貯蓄を切り崩してしまう。で、この突発費というのがなければ、ちゃんと溜まっていたのに、と、思うご家庭も多いかもしれません。で、横峯家もそのような感じでした。皆さん、これ突発費っていうふうに考えていらっしゃるんですけれども、実はですね、これ突発費じゃないんですね。なぜかというと、学校も、習い事も、ちゃんと1年間の計画っていうのをやっているはずなんです。で、なので、その計画をちゃんと把握していれば、いつ頃請求が来るというのは、なんとなくわかるものなので、皆さんが突発費と思っているものは、実は突発ではなくて、計画可能な費用なんですね。例えばですね、学校から来る請求を整理して考えてみますと、新学期ですね、各学年で新たに学ぶ単元で必要な学用品の費用が、新学期と学期の途中でも来るんですけれども、だいたいこれぐらいっていうのはわかるんじゃないかと思います。わからない場合は、毎年1万とか、ある程度の金額見込むことできますし、あと、課外活動がある学年っていうのも、わかりますよね。で、また、写真の購入費とかも、来るかなと思うんですけれども、行事ごとに来ると思いますので、行事の後に、何千か必要だなというのが、なんとなくわかると思います。こういった費用はですね、突発費と思わずに、学期ごとですとか、あと、学年ごとにですね、学校の費用ということで、予算を見込んでおきましょう。で、習い事に関しても同じですね。身長は伸びますので、お子さんですね。ユニフォームですとか、あとシューズの買い替えですとか、こういった買い替え費用は年に1回もしくは2年に1回程度、成長に合わせてかかるということで、見込むことができます。で、また発表会だとか、遠征にかかる費用も、もしわからなければ、ぜひ聞いてみたらいいと思うんですね。で、1回あたりどれくらいかっていうのを聞いておけば、それが年に何回あるからどれくらいだなとか、年間どれくらいかかりますかっていうふうに聞かれてもいいと思うんですけれども、こういうふうに確認をすると、今まで突発費と思っていたものは突発ではなくなって、計画可能な費用ということになります。
で、まあ、こちらですね、毎月決まった金額かかるわけではないので、突発費というふうに思ってしまうかもしれないんですけれども、年間の予算としてしっかり見込んでおきましょう。で、横峯家の場合ですね、将来のために漠然として貯めていたお金を突発費に当ててしまったことで、貯蓄を切り崩してしまうというふうにおっしゃっていたんですけれども、これもですね、年間かかる費用と、まあ、将来使う費用っていうのを分けて考えられるといいと思います。で、これに関してですね、横峯さんに、将来、中学、高校、大学で学費がいくらかかるのかっていうのを把握してますかというふうに質問してみました。まあ、今まで漠然として貯めていらっしゃったということもあるので、まあ、答えは分かりませんというところだったんですけれども、ここで一緒にシミュレーションをしてみました。中学、高校、大学までで、お子さん2人、学費トータル、毎年ですね、どれぐらいかかっていくのかっていうのをシミュレーションをして、表を作成しました。で、表がこちらになります。今映っているかなと思います。こちらちょっと見てください。これですね、お子さんそれぞれにかかる学校と習い事の費用のみを年度ごとに表にして表したものになります。で、次にですね、学費用に使う、もしくはまあ余った場合には貯めておくということで、学費用として出せる金額っていうのを考えてもらって、その金額が横峯さんの場合は月15万ということでしたので、毎月15万、まあ、年間で180万が学費用として出ていくということで、表にしております。このように表にしますと、学費として出す金額から、まあ、毎月15万のこの年間180万貯まった金額を差し引いていくと、残高がどのようになっていくかというのが一番下に右にずっとこう現れているんですけれども、まず最初にですね、300万円が学費として捻出できる費用ということでありましたので、この300万円という資産残高、学費用の資産残高がどのように推移していくのかというのが、まあ、一目瞭然にこの表からわかるということになります。で、まめちゃんがですね、小学校3年生の間の3年間は、学費として捻出した毎月15万のうち、一部は貯蓄に回るという優秀な感じですね。一部は貯蓄に回っていきます。ですが、まめちゃんとゆめちゃんが中学に進学する際には、入学金がポンと大きい金額かかるので、ここは一時的に貯蓄を切り崩すということになってまいります。で、とはいえ、資産残高は順調に推移して、増加してまいります。で、ただですね、やっぱり高校生になってくると、月15万円の年収では足りなくて、まあ、今まで貯めていたこう貯蓄を切り崩していくということになるっていうのがこの表からわかります。で、この表はですね、教育費のみの、まあ、あくまでも簡易的なシミュレーションにはなるんですけれども、このようにしっかり数値で表に表してみると、漠然とした不安っていうところから、実際どうなっていくのかっていうところが明確になるので、横峯さんも予定通りに進んで、で、ちゃんと毎月15万円学費として捻出することができれば大丈夫なのね、ということが分かりました。皆さん安心されていました。はい。で、ただですね、これ、予算をちゃんと守らないと、この通りにはいきません。ですので、ここで、予算を守るためのポイントをお伝えしたいと思います。今回のこの表は、学費のみの表になりますので、この予算をしっかり守るためには、学費専用の口座を持つっていうのがポイントになってきます。学費のために貯めたお金を他のものに流用してしまっては、このプラン成り立たないということになってしまいますので、この学費の予算をしっかり守るためには、学費専用の口座を準備して、学費に関してはここから出すと。で、年度の最後には、この表と照らし合わせて残高が合っていれば OK ということになります。はい。で、いくら投資に回してよいかというのを考える際には、このようにですね、まずは現状の把握っていうことが大切です。特にですね、学費に関しては支払いというのを待ってもらえないものになります。ですので、数年先とかに支払いが決まっているようなお金を投資に回してはいけません。なぜかというと、まあ皆さんご存知かと思うんですけれども、ちょうど支払いの時期に暴落が来ないとも限らないので、そういったお金を投資に回してはいけません。で、横峯家の場合は、この表を見てみますと、
資産残高が少なくなる年、一番少なくなる年であっても130万円という残高の余裕がありそうですので、まあ、130万円はNISA等で運用してもいいのかなということが判断できます。はい、今回は学費を中心に見てまいりましたが、その他の生活費ですとか、その他のライフイベントもしっかり確認しないと、どこかに大きな費用が隠れているとも限りませんので、ぜひトータルのライフプランを作ってみて、いくら投資に回したらいいのかというふうに考えてみることをお勧めいたします。ポイントは、現在の家計の状況、そして将来の出費の予定をしっかり確認し、このように表に表して、明確にすることで、投資に回せる金額がいくらなのかということがわかります。ぜひ皆さんも同じようにやってみてください。はい、この動画がいいなと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。